お願いします。この石鹸はまずいですね。まずいですか。このね、網はちょっとよろしくないんですね、これね、はい、やっぱり手が直接こう触れるので、はい、可能であればこちらに全部置き換えた方がいいと思います。了解しました。これ手直接触るよりも、まあこれ結局こういうことができるので、まあここで触らないっていう意味ではこっちの方が本当はいいんですけど、ただ子供たちがこう持ってしまうとそんなに変わらないんだけども、ただまあこういうふうに指導することによって、できるだけその接触の汚染のその割合が減ってくると思いますね。こう手洗うじゃないですか、ね。はい、手洗って、でこうパンパンってやると、ここら辺に全部こう、水が全部飛ぶわけですよ、ね。はい、生徒さんが終わった後に一段落した場合にはここをちょっと気づいたらこう拭いてあげるとよりいいのかなと。これは衛生対策ですね、感染対策というより、はいはい、だからタオルは結局その昔はこうね、共用のタオルだったら共用のものってあんまりよろしくないので、まあ、ペーパータオルが一番いいんです。だけどやっぱり個人個人がハンカチを持ってるってのは徹底していれば、それは個人個人でのものになりますので、はい、共有っていうかその交差の感染は抑えたり、はい、ちょっとやっぱり密かなというところがあって、子どもたちの距離が近いかなと思うんですけども、ただまあ授業中はみんなマスクをしているので、直接対面で話す機会はあまりないのと、まあ先生もマスクされているので、この状態でその誰かがね、蚊に感染がいたとして全体的にこう広がる可能性っていうのは極めて少ないと思います。あと換気ができていればその辺が解除できるので、まあこれがやっぱり限界かなと思いますね。大体どこの小学校でも同じような感じだと思いますね。まあ、生徒さんが少ないということは教室が広ければね、もっと余裕を持った配置ができるんでしょうけど、それはやっぱりそのここの学校はこれで、まあ、最低限、まあ、物理的な改善はできないから、まあ、そういった個人個人の対策をしていただくことでその感染のリスクが下がる、うん、できればなんですけども、はい、ウレタンは禁止にした方がいいと思います。ウレタン禁止、はい、もちろん肌の状況とかあるのであれば、はい、ウレタンの上に付着をするとか、ウレタンだけっていうのは、はい、やっぱりこれはね、ちゃんとしたデータもありますので、はい、子どもたちでもできる限り付着をお願いしたい。わかりました、はい、今今回の感染症の対策として保健室だけじゃなくて大尿検査というのを作りましたので見ていただければと思います、はいはい、はい、ベッドは1つしか入らず個室でこのように仕切りをして2つベッドが入って、はい、基本的に発熱の子は早退になりますので、はい、そうお家の方がお迎えに来るまでここでお休みするという手で作っていただきます、うんうん、はい、じゃあ2人までってことですね。2人とあとまあそれ以上部屋が増えたらここでちょっと待機して1人ぐらい待機してもらう。なるほど。あとはここがもういっぱいになったら空き部屋を一応順位を決めておりまして、次会議室、更衣室っていう感じ。ちなみに使った実績はありますか？あります、はい、それいつ頃ですか？月に一度ぐらい。月に一度の子がいます、ね、それ入ってくるときどういう感じで入ってくるの？基本的に大病院のみ対応しますので、はい、病気が増えてきます、うん、でここでフェースシールドと、うん、あと一応手袋 N95 マスクでこの部屋は、うん、看病するっていう感じで、うん、子供は、ま、マスクだけで、うん、熱も全部ここに置いて、うん、以外この部屋は基本的に入ります。なるほどね。それは担任の先生が熱があるからって言ってここに連れてくるわけですね、はい、そうです。あと内線で呼んでもらって、内線で、ね、はい、で子どもたちが子どもが来て、はい、それでこの中に入ってもらってって感じですね、はい、まあ疑いのある人が環境を汚さないようにするっていう工夫が必要なんで、まず入ってくるときに手をきれいにして、手はきれいになるので、はいはい、あとはまあ衣服とかもね、まあ、基本的にはそのあんまりこう触らないようにするっていう感じで、はいはい、でベッドを使ったらちゃんとあれですよね、全部変えるんですよね、はい、はい、あとは、まあ、できるだけその接触を少なくするっていう意味で、養護の先生だけが対応するっていうね。これ家庭内感染の対策もそうなんですけども、看護する人は一人、見る人は一人っていうふうに決めた方がいいんですね。これ、フェイスシールドをしてる理由っていうのは何ですか？お友達と話し合うときには、マスクだけじゃなくてフェイスシールドをして、うん、それは対面で話をするってこと。そうです。マスクをしていれば、はい、基本的に今この至近距離でこう会話してますよね、はい、
フェイスシールドっていらないんですよ。でフェイスシールドの元々の役目っていうのは目を覆うためのものなので、メガネかけてなくてその飛沫がですねダイレクトに浴びるような環境で使うのがフェイスシールドなので、普通の会話の時にフェイスシールドをするっていうのはある意味ちょっと過剰なんですね。これ適切なマスクをするっていうのは極めて重要ですね。はい、うん、まあ、熱が出て体調の不良のお子さんが出た場合に、それをいかに早くですね察知して、はい、で病院、要するに医療機関に連れていくような対策、はい、それで医療機関でしっかりと診断をした上で、はい、検査が陽性だった場合に早くその周りの、はい、疑わしいという、まあ、濃厚接触者にあたる生徒さんですよね、はい、これを早く見つけて早く検査をして、はい、坊やのうちに火を消すという、はい、怒ることが前提とした事後の対応をしっかりするっていうことを、うん、まあ、ある程度マニュアル化するというか、うん、プロトコール化するっていうのは、まず、ここが一番大事なところだと思います。うんうん、であとは、まあ、できるだけその、子供たちが、まあ、集まらないような工夫をするっていう意味では、先ほどの蛇口のそれもそうですし、あと、最初に投稿してきた時に、熱測りますよね。あの時結構列とかできちゃうんですか？できますよね、はい、だからその辺をまあもうちょっとこう分散できるような対応が取れるといいのかなとは思いますね、はい、まあ、なかなか難しいとは思うんですけどね、はい、マスクをしっかりとするような、まあ、指導というかね、はい、教えてあげる、はい、鼻出さないよとか、特に会話するときですね、はい、授業してるときはみんな黙ってるから、はい、まあ、ちょっとぐらいねその辺は、はい、エラーが起きてもしょうがないと思うんですけど、はい、話し合いの時間になったときは、はい、フェイスシールドは私は外してもいいと思うんだけど、うん、マスクがおろそかにならないように、うん、その前にはしっかりと指導してもらった方がいいかな、うん、あるいは共用物を使う場面もありますよね、うん、ずっとじゃないじゃないですか、うん、だその前には手を一回消毒をしてもらう、うん、全員に、うん、で終わったら消毒をしてもらう、うん、タイミングが大事なので、うん、だそういう共用物を触る前後にしっかりと消毒を入れることによって接触感染のリスクが減ると思います、うん。ポイントは外から入ってきた時なんで、はい、まさにその検温ですね。投稿の時の検温、はい、あるいは施設での消毒。そこで綺麗にすれば、はい、まあ、基本的にはそこからね、よっぽどその感染者がいたとしても、目こすったりと鼻チンとやったりして、手が汚くならない限りは、はい、もう極ある程度はもうカバーできると思うんですね。はい、であとはその、アクションというか、はい、行動を起こすタイミングで手指衛生と、はい、あとはマスクをしっかりつけ直すなり、はい、そこのポイントポイントでしっかりと教えてあげるっていう。うん、そうするとずっと緊張してる必要ないんです。そうですよね、教育活動を充実させたいと思うと、はい、いつもいつもコロナの話ばっかりってわけにはいかないので、うん、できれば普段通りの形で学びが深まるといいなと思ってますので、はい、今日教えていただいたこと、はい、もう一回職員で共有して子どもたちに伝えていきます。そうですね、あんまり先生がねガチガチになっちゃうと子どもたちがガチガチになっちゃうんで、だからまあ先生たちはちょっとこう少しこう余裕を持ってやっていただくと、それも子どもたちにも伝わると思いますね、はい。これアルコール、あ、これ石鹸ですか。そうですね、はい、できるんだったらこう、こういうのにした方がいいとは言われてますけどね、基本的にはその並んだ時にここ並んでる時にあんまり おしゃべりとかしなければあんまりここまでね、開けなくてもいいと思ってます。対面にならないようにっていうことであって、静かにっていうことを徹底していれば、まあここまで間隔は取らなくてもいいかなと思ってます、うん、一応こう4人まで、なるほどね。これもやっぱり昨年度分散登校で、はいはい、再開したタイミングで、まあ、実際には4人を超えることもあるんですが、うん、まあ、やっぱりこういった空間ですので、あまりここでぎゅうぎゅうにならないように、 そこは、はい、気を使いながら子どもたちに利用してくれると思います、はい、それはいいと思いますね、はい、これは教室に入る前に消毒してくださいと。まあ、これはどこの地域もですね、やっぱり学校の関係者の方々は非常に尽力しているっていう印象は持ってます。まあ、どうしてもやっぱり学校での広がりっていうのはこれまでも実際に事例がありましたので、やっぱり学校で広がるとどうしても親御さんの ご心配とかそういうのにつながりますので、まあ、この辺は本当に学校の先生方、学校の関係者の方はものすごく努力をされているなっていうのは実感はしました。で、大きなそのエラー、あるいはその何かこれがすごくよろしくないとかですね、そういったところは見受けられなかったと思います。
で、まあ、小学校ぐらいになってくると、今度はまあ、ある程度、まあ、低学年、高学年になってくれば、まあ、先生の言ってることは、まあ、ある程度は、しっかりと守っていただけるような世代になってきますので、まあ、どちらかというと、まあ、コントロールがしやすいところなのかなと思いますので、そのあたりは学校の先生が、まあ、しっかりと教えてあげるっていうね、ことが、まあ、過剰にその、何でも構わず、ダメだということではなくて、なんでダメなのかとか、これはやっていいよとかね、やっていいこととやっちゃいけないことをしっかりと、区別、メリハリつけて、やっぱり教えてあげる。で、中学校になると、さらにその活動範囲が広がりますので、課外活動ですとか、あとは部活動とかね、個人個人の範囲が広がったところを、いかに、まあ、コントロールするか、ここが非常に難しくなってきますので、このあたりはやっぱり、ご自宅で、まあ、親御さんとかも、協力もやっぱり必要なのかなと思いますね。やっぱり子どもたちの学びの場で実際にその、対話をしなきゃいけない、あるいは活動しなければ、まあ、育めないものがいっぱいあるわけなんで、とにかく何でも構わず制限するのではなくて、とりあえず対策をしっかり取った上でやってみる。でうまくいったらさらにその次のステップに進んでいく、まあ、トライアンドエラーといいますか、とりあえずやってみて、それでダメだった場合には戻る、3歩行って2歩下がるとかね、そういったやり方でやっぱりこれからは攻めの感染対策といいますか、まあ、前に進んでいくような対応を、まあ、取っていくべきだと思いますし、まあ、そのためにどうしても学校関係者の方っていうのは医療の専門家がいないので、まあ、私もできるだけですね時間を見つけてその支援を、まあ、したいなと思ってます。10月に入り、新規感染者数は落ち着きを見せているものの、これからも長期的な対応が求められる状況にあります。区立の保育園、幼稚園、学校における感染状況は、集団発生はなかったものの、8月下旬から9月上旬にかけ、感染判明が増加傾向にあり、感染不安により登園・登校できない幼児・児童・生徒がおりました。そこで、感染症専門医である水野医師に学校現場を直接見ていただき、対策を講ずべきポイントをアドバイスしていただきました。水野医師からは、園・学校はずっと対策を講じてきており、これからは必要なポイントを押さえた対策で、園・学校生活を送ることが大切であるとご指導いただきました。今回映像化して発信することで、子どもたち、保護者、教職員が感染症を正しく恐れ、適切に対応すれば安心して安全に学校生活、教育活動が継続できるものと考えました。そこで誰でもいつでも視聴できるようにこの動画をホームページ上にアップしました。子どもたちが安全安心に園・学校生活が送れるよう引き続き尽力していきたいと考えております。